メトロビック F2、4ベリルメトロビック F2 は、イギリスで初めて飛行に成功した、軸流式ターボジェットエンジン。1939年により、メトロポリタンイコールビッカース社で、鋭意研究開発が進められたが、第二次世界大戦中には、完成を見ず、戦後アームストロングシドレイサファイアの母体になった。1926年に、 イギリス空軍技術商工のアラン・アーノルド・グリフィスはタービンの空力的設計と題した学会発表の中で従来の熟流式圧縮機に用いられていた羽子板状の直線翼の失速現象を解明し圧縮機とタービンのブレードに航空機の翼型を適用して効率向上させることでターボプロップエンジンが航空機の推進力として成立し得ることを示したこの発表は 世界的に大きな反響を呼び、グリフィスイカヘインコンスタントラ王立航空研究所のメンバーは、1928年にフレーザー・シャルマーズ社に特注した工作機械を用い、アン、ルース、続いてベティと名付けた検証モデルを試作して稼働させた。一方、航空士官学校からケンブリッジ大学に派遣されていた、グリフィスの弟子の歌士官、フランク・ホイットルは、 構造が単純な延伸式ターボジェットエンジンこそが早期の実用化に適すると主張する論文を1929年に軍事省に上申したがこれを精査したグリフィスは計算間違いを指摘し延伸式は体系かつ非能率で航空機推進用には適さないとコメントした翌年ホイットルは遠心式ターボジェットエンジンを特許出願し認められたものの 軍事省の指示が得られなかったため十分な研究予算がつかず、特許は更新量未能のまま1935年に失効してしまう。グリフィスに敵外心を抱いたホイットルは空軍実験隊に席を置きつつ、1936年に蒸気タービン大手ブリティッシュ・トムソン・ヒューストン社工場の一角に同僚二人とパワージェッツ社を立ち上げて遠心式。 ターボジェットエンジンの実証に没頭。翌年初号機有の試運転に成功した。ホイットル着手の法を受け、複雑な二重反転軸流式ターボプロップエンジンを目論んでいたグリフィスは、別のタービン、機関大手メトロポリタンイコールビッカース社に試作を加盟した。ほどなく、BTH はメトロビックに吸収合併され、両社は社内共作の形になる。 メトロビック社のデイビッド・スミス・ニッシュラは、1939年から、ベティの発展型 b 移住をもとにした実用モデルの開発に着手した。これは、球団軸流圧縮機と、アニュラー型燃焼機、独立パワーリーカバリタービンを持つ二重反転軸流、式ターボプロップだったが、同年春に、ホイットルが、ウの20分間の連続全開試験に成功し、 軍事省の予算を得て実用モデル W1 の製作にかかると、グリフィスとスミスは複雑なターボプロップ案を放棄し、アン、ルース、ベティ、ドリスに続く第5案の短軸純ジェット版フリーダの完成を急いだ。メトロポリタンイコールビッカース製、フリーダ2型、すなわちメトロビック F2 の初号機は1941年11月に初ヒーレされたが、 コンプレッサーロックや燃焼機の溶解、タービン動力の飛散、軸の振動などの技術的課題の解決に手間取り、その実機モデル F2、1は4発重爆撃機アブロランカスターにつり、下されて1943年6月から、量産試作型は連合国側発のジェット戦闘機、グロスターミーティアの試作機に積まれて、同年11月から、ようやく飛行試験を開始した。 事前の予測通り F2 はホイットルの w によりはるかに強力で W2 の静止水力が 1600LBF 内外に止まっていたのに対し F2 はいきなり 1800LBF を発揮しまもなく 2000LBF を超えたが依然として不安定さに苛まれていたタービングに身体熱金属を投入し燃焼器を改良した F2 は1942年8月から 試験開始して20%の出力向上を見たが、依然として熱はい,い振動問題がついて回り、耐久性にも欠けていた。このためアニュラー型燃焼器を廃止、ホイトル型の二重管式燃焼器に変えた F に、3が1943年いっぱい並行して、試験され 2700LBF に達したため、後者が基本型に選ばれた。同時期、 ドイツ空軍が F2 と同じ熟流式ターボジェットエンジンのユンカースユモ004と BMW003 を相次いで実戦投入し搭載機メッサーシミット目262等の圧倒的優速と航空性能が連合国軍に熾烈な衝撃と脅威を与えておりホイットルの W2 グリフィスの F2 は共にドイツに対する技術開発の立ち遅れが明白化した W2 の最終発展型、ロールスロイスダーウェントが 2450LBF で、実用化にこぎつけた頃、圧縮機を重弾にした増力型 F2、4ベリルは 4000LBF を発揮していたが、依然として安定性、耐久性の欠如に苦しみ、またこの大出力エンジンの搭載に適した、大型ジェット戦闘機の計画もなかった。F2、4ベリルは、 サンダースロー SRA-1 試作水上戦闘機に搭載され、戦後の1947年に初飛行したものの、SRA-1 計画は2機のみで、キャンセルされてしまい、16年前にホイットルが予言した通り、軸流式のメトロビック F には、ついに第二次世界大戦に間に合わなかった。メトロビック社では、1942年から今でいう、 ターボファンの研究も進めていた。F2-2 の一機がグリフィスが当初期とした二重反転式ターボプロップに改造されテストされた後、アフトファン式の F3 も試作されて、各の,の燃費向上と騒音低減を実証し、その後の開発に多くの知見をもたらした。F2-4 ベリルにアフターバーナーを装着した最終型 F5 は 4710LBF を発揮し、 かつ F3 より100ポンド軽量だったが終戦直後の1946年にメトロビック社はガスタービン事業をアームストロングシドレー社に売却し収束してしまうドイツで先進的な軸流ターボジェットエンジンを手掛けていた技術者たちは路角物資と共に幸福ご心中したベソが拉致同然に自国へ招聘したため A ではグリフィス以下が 従前独自開発を強いられ、戦後発足したアトリー労働党政権による軍縮政策で開発はさらに遅延した。初めて安定した F2、4ベリルの拡大発展型 F9 がアームストロングシドレーサファイアの名で、同級のロールスロイスエイボンと共に実用化にこぎつけたのは1950年代初頭になってからだった。形式ターボジェット全長 4039mm 直径、933mm 乾燥重量、790kg 圧縮機形式、軸流仕切り消水力、3500LBF 定格水力、3000LBF 燃料消費率、1.05ポンド、水力重量比、2.01F2 の試作機は、ロンドン科学博物館3階で展示されている。SRA 1一から下された F2、4ベリルは1955年から1964年にかけて7つの速度記録を樹立したドナルド・ギャンベルのパワーボート、ブルーバード K7 に転用された。ありがとうございます。